に踊っていただきありがとうございました。楽しんでいただけましたか？私たちレッドペッパーズはドリル演奏などの本格的なマーチングショーだけでなく、イベントなどの出演の時は今回のようにみんなで楽しめるようなショーも行っています。新型コロナウイルスの影響で雰囲気も景気も落ち込んできましたが、最近は少しずつ元の生活が戻ってきたよね。そうだよね。普通でいられることの幸せを改めて考えさせてくれたことが新型コロナウイルスへの恩恵と思い、これからさらに精進を重ねていきたいと思っています。本日はこうして多くの皆様にお集まりいただき本当にありがとうございました。藤の花女子高等学校レッドペッパーズでした。